吉野さん、おはようございます。遅刻です。遅刻。よく寝れました。よく寝れました。よく食べてよく寝ました。これゴミ箱ですか？対策はめちゃくちゃやりました。スポー対策めっちゃやりましたし、ボクシングもめっちゃやりましたし、対策やった上で、なんかやっぱいつも通りやろうかな一周回って、まあ、そんな感じですね。はい、もうやれることはやってたっていう。そうですね、もうやること全部やったんで、あとは本当試合で出すだけだなって感じです。やっぱ、まあ、何十キロとかちょっと関係なく、やっぱベルトは絶対防衛したいなと思いますし、はい、っていうよりも、まあ、まず絶対負けたくないっていうのがまずあるんで、本当負けたくないですね。頑張ります。絶対ベルト守ります。やっぱりちょっと分かりやすく KO で勝てたらいいなとは思うんですけど、まあ、とにかく勝ちにこだわるというか、はい、会場、そうですね、広いですね。めっちゃいい会場だと思いますめちゃくちゃいい会場ですね。はい、楽しみにします。はい、ありがとうございます。頑張ります。เราชกมวยมาจนเลิกแล้วครับจนจะแบบว่าอายุจะเข้าย่างพวกจะเข้าเลข4ครับอันนี้ก็3กว่าแล้วมันยาวมวยมันยาวประสบการณ์เรามันผ่านมาเยอะแล้วครับจะไปกลัวเค้าทําไมครับก็ดีครับเพราะว่าเราตามหาเส้นที่17เจอครับขั้นนี้ก็สมดุลมั้ยครับมีครับน็อกได้รีบน็อกครับอย่าไปอย่าไปยืดเยอะยืดเยอะไม่ดีThank you.
ただいま。Oh.
อร่อยเลยโอ้ต้องมันไม่ได้ก็ไม่ได้เออกติกาได้ๆต้องมาพบกันกับเดี๋ยวหมอดูก่อนสามมันไม่เป็นมันไม่เพิ่มอะไรราคามันเดินยืมไม่อยู่หรอกสามยืมไม่อยู่เลยเขาเป็นไงรุ่นเขาเก่งครับเก่งเขาเป็นข้าหนักไปแพ้สังขารแล้วเกมมันน่าจะพิ้งแต่ยกแรกแล้วดูยกแรกดูยกแรกเราน่าจะได้นับแต่เขาไม่นับลด65 67 65 67ขอบคุณที่มาเชียร์ครับวันนี้ทำให้ผิดหวังแล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับโอสเกชินไกทีมซามูไรの和島ひろみです今日はありがとうございましたジョンソン選手めっちゃ強かったですどうですかこのベルトちょっと似合うようになってきましたかあれ拍手ちっちゃくないですかありがとうございます僕ちょっと嫌なんですけど、強い選手とやっていかないといけないです、それで皆さんにお願いがあるんですけどやっぱ強い選手とやっていくには影響力がすごい大事と言われてて、まあ、K-1 さんの方からももっと SNS を頑張れと言われてますで僕はもっと強い選手とかもっといい試合とか見せていくので、応援してくれる方インスタとツイッターとフォローをよろしくお願いしますありがとうございました。ね、1ラウンド目あっぶね。聞いたな。ぶね。聞いてはないっす。聞いてない。あれ？いや帰ってきた時な、フォーム聞いてなかった。なんかこれ最初片足やったから、なんかしゃぶらついたんですけど。けどなんか最初ちょっと聞いてて喋ってたから。でもラウンドの最後らへんだったら、そのインターバルの最後らへんだったら普通に喋れてたから。やっぱり返事ないっす。聞いてないっす。聞いてないっす。痛くないっす。え？あの最後の。ホラさんハイキックでしょ。聞いてない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 。聞いスピードはあれけど、ほんま当てんのお前があれまあ技術マジか近寄られんめっちゃ遠いのにさ近寄られんブローかしらカットうまいね音めっちゃ大事カットバリオえ、痛え俺蹴られた蹴られたローキック蹴られた蹴り合い同じぐらい蹴り合ったそうそう分かってた分かってましたでも結構カットもできたちょっと強くなかったですか強いですっていうのが見えないタイミングがうまい角度が角度っていうんですかねなんか見えないところから打ってくるというかあこういうことかってやってみて思いましたやってみてあこういうことかっていうのが結構みんな感じで倒されてるシーンも結構なんか多かったんですけどこういうことねみたいな、はい、いやあれは片足だったと思うんですよ、ね、片足の時だったちょっと下がりながらやったからなあこのタイミングはあかんのかっていうのが1ラウンド目で分かってそれは良かったんじゃないですか逆にねそうそう、はい、逆に相手の狙いが分かったから狙いというかあこのタイミングの左かこういうことかっていうのが一応分かったのででもそこ狙ってくるんですねそこを狙ってきてパンチ出してそれを注意して、まあ、もうずっとしてたんですけどそ れ, で、ね、それよりもやっぱり伸びてきてたもんなこれ逆にでも僕もあれちょっとできたらうま
レベル上がるんじゃないかな。サウスボーも初めてでしたし、難しかったですね。いろいろ防衛できたことも良かったですし、経験できたことってもすごい多かったと思いますし、なんかちょっと成長できていけるような気がします。もっともっと僕は強くなれるんじゃないかなって思いますし、はい、自分の武器である、蹴りも、今回やっぱ再確認できたというかで、良かったなと思います。ケプケオ選手負けてるんですけど、絶対リベンジもしたいですし、ピケオ選手はそんなに強いならやりたいなと思いますし、両方のベルトかけてやりましょう。これまた取れなかったあの時の。そうですそうです。僕K1 のベルトしか取ったことがないので、2本巻きってみたいです。これやってみたい、ね、やるなら2本かけてとかどうですかね。また強い選手が来るなって感じです。でもやっぱやることは変わらないので、しっかり練習を積んで、はい、誰が来たとしても勝てるっていう準備をずっとやっていこうかなと思ってます。僕がもっと価値ももっともっと上げていきたいですし、皆さんに負けないようにもっと頑張るだけです。はい、今後も頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。